おざす、T シスンです。さて、今回の BA5、こちら扱っていきましょう。M95 ですね。ゲベア M9530 かな。はい。で、もともと BF1 に出ていた、その M95 のちょっと短くしたバージョンらしくて、BF1 のゲベアが、M95 がね、1.27 メートルに対して、こいつは1メートルしかないということで。で、弾はね、なんか共通っぽいんだけど、なんか若干違うらしくて、8mm×56R。で使うらしい。詳しくはよくわかりません。で、口径がでけえよね、この世界の銃って。8ミリだよ。 腕吹っ飛ぶで。まあ、いいでしょう。はい。で、なんか一応ね、その一発当てた時のダメージが80っていうのが出て、キル角も取りやすいということで、まあ接近戦で戦っていければいいかなと思っております。さあ、やっていきましょう。なんかね、こいつ M95 なんですけど、今は亡きハンガリー帝国の武器らしいです。オーストリアの遺産。オーストリアっていうか、ハンガリー帝国の遺産かな。はい。やっていきましょう。で、実銃だとストレートプルボルトっつって、なんていうの？まあ、BF の世界では、覗きながら、コッキングできるよっていう、ボルトがついてるんですけど、BF5 だとなんかできないっぽくて、なんか割と史実の銃に忠実なバトルフィダイスさん的にはちょっと珍しい仕様になっております。だから BF5 のスナって全体的に弱えんだよね。まあ、へっしょの判定がでかくてさ、割とガバエムでも頭当たってくれるのはいいんだけど、システム上ね。ゲームシステム上、頭に当たりやすいのはいいんだけどね。はい。まあ、根本的に弱いよということで まあなんとかやっていきます。はい。で、あとはどうだ？よくわかんないな。まあ、とりあえず敵が来るまで待つしかないんで、気持ち張りながら待ちましょう。なんかこれケツから来てるよね。めっちゃ来てる。OK。当てた。で、ほら、80ダメージ。キル確定アシスト。一発がでかい。まあ、最後の拳銃パンパンはクソ M だったから 見ないで。はい。要はあれっすよ。キル乞食ができるんですよね。キル確定アシストによって。まあ、BF1 の俺の SR の立ち回りが復活するということで。やったぜ。はい。まあ、あとメリットとしてリロードがクリップなんで早いってことですかね。ただし、まあ、あくまでその一発の威力がでかいっつっても、所詮80なんで。で、あとはね、その、まあ、SR 特有のコッキングの遅さ。実弾発射の遅さかな。まあ、TTK の遅さっていうの。それが影響して、常に近距離で戦ってたらね、それいずれ、デスも増えるだろうけど。まあ、そこは立ち回りでね、カバーしながらやっていきます。はい。これどうだ？いるね。オッケー、一発当てた。当てたが、あれ、看護兵だからとっとと倒したいが。どっちだ、あれ。分隊員がキルしちゃったから。キル確定入ったかどうかわかんねえ。まあいいや、とりあえずね、今のところ、まあ自分が想定してたキルレンジでね、戦いでるんで、こういう戦線を維持してもらいたいね、敵にも。はい。オッケー。弾道落下はなんか他の、SR とそんな変わりがないはずなんだけどね。てか、弾速600ってこんな遅かったのか。日頃から最近ね、救急式とか、いや、誰もいなかった。ナイフ構えて待ってたけど。まあ、救急とか、あとはゲベアっつって、まあ、ごめんなさい、カラビナか。カラビナとかヨルゲンセンをね、使ってるんで、弾速600の世界に置いてかれてるけど。まあ、BF4 から比べたら弾速600って結構速かったはずだけどね。危ない。体力減ってて助かった。BF4 どうだったかな？ JNG が600何歩とかじゃなかったっけ？最速で。BF4 の砂めっちゃ弱かったからね。まあいいや、それよりマシ。なんかめっちゃいるけど、めっちゃちょろちょろしてる。あ、止まってるのいた。OK。はい。他に止まってるの。そこ。あれ？ ずれた？そう、OK。リカバリー入れていくということで。もうできればここで封殺したいね。なんかいない？いたよね。腰打ち外していく。ちょっと待って、拳銃戦はちょっと 勝ったわ。で、まだいる。なぜ撃ってこない？ まあいいや。はい。まあ相手、その M98、違う、M28 か。とかみたいなライフルで。スコープの中に俺が映ってなかったとかかもしんないけど、
ちょっと遠いな。あれはいけない。了解。さあ、他にはわかんねえな。とりあえず海で多分 A 取られるから、その船から渡っていて、それまでにある程度キルしたい、貯めたいキルを。 OK。 で他には、うん、なんか途切れ途切れだ。もっと芋で湧いてもいいんだよ。 SR 勝負しようぜ。あれちょっと遠いな。ちょっと遠いな、あれ。もうちょい手前。あ、いいっすね。うん、止まってるので、止まってるのいた。あー、いない。かられてってる。うん、弾速600ってこんな偏差難かったっけ。全く移動中の敵に当たらんのだけど、動詞ならね当てるんだけど、頭がね、なかなか厳しいですわ。はい、いいね。 OK、 やった。あとは、あ、いいね。勝負しようぜ。勝負だ。あ、勝ってこい。おい、動くな。打ち合い、そこ同時了解で、あ、光ってますね。光ってますね。いいっすね。オッケーっす。はい。で、なんだお前。ちょっと待って、待て。やばい、死ぬ。ナイフワンチャン、準備。はい。勝った。ナイフって理不尽よね。うん。いや、まあ、個人的にはありがてえんだけど。はい。で、とりあえず一旦回復取りに行こうか。さすがに。うん。オッケー。さあ、これで一発同時しても、セーフ。まあ、同時食らってもね。めっちゃ、もう速攻食らった。で、いますか。あ、OK ですね。さあ、引き続きやっていきたい。これ、敵のリスを狙うべきか、A を狙うべきか、悩みますね。はい、これどうしよう。なんか左下になんか、やばそうなのいるけど。見なかったことにしよう。はい。で、あれ敵かな？敵じゃないな。悩みますね。めっちゃ悩みますが、ちょっと手前降りてみる。やや危ないが。あの煙の中、大丈夫？それ何の目？あ、了解。やばそう、やばそう。待て。拳銃当たれ。当たらなかった。でも、キルカグもらったということで。うん。まあ、こういうのが大きいよね。地味に。はい。いけそう。ダメか。ちょっと動いてんな。止まった。オッケー。で、めっちゃ止まってる。オッケー。はい。で、2キルもらって、リスを再び見るが、なんか撃ってきたね。単発ライフルが飛んできたけど、どっから飛んできた？え？どこや？ちょっとわからへんわ。こっからイモろうか。こっからイモイモしよう。正直、あれ外す？はい。うん、動くね。もうちょっと近距離戦で戦いたいんだけどね。まあ、せっかく、ああ、貫通へしよう。貫って言ったよね。まあいいや。うん、リカバリー決めていく。さて。もういないか。うん。まあ、マップの形状的にちょっと難しいか、近距離戦は。このレンジで戦うならね、それはゲベアとか、ゲベアっていうか、また間違ったけど、夜厳選とかね、カラビナの方がいいんじゃないかな。あとは、弾速一番速い、救急とかね。うん、ロスとか。まあ、言うて、次の 6.2 でこいつもだいぶ弾速アップするらしいんだけど、うん、そしたら俺結構使うかもな。この M95。 うん、このレンジはちょっと頭抜くのきついな。止まってんのならね、こんな感じでもう余裕なんだけど、ちょろちょろされるともうダメですよ。はい。で、こいつの特性上、ちょっとまあ近距離目で戦った方が効率がいいんじゃないかなとは思うんだけど、やっぱあれだね、こう海があるじゃん、各拠点間に。うん、核っていうか、その A と B の拠点間に。それが阻害して敵も攻めづれえし、味方も攻めづれえし。だからこういう遠距離合戦になりやすいんだろうけどさ。うん、まあいいや。でもこれ勝つね。ぶっちゃけ。もう10人切るぞ、敵。この島で、第二区画で封殺ですね。はい。で、他には。まあ、いるんだろうけど。狙いづれ。あ、止まった。ああいうのはいい。ああいうの素晴らしい。うん。打ちやすいから。あ、OK。勝ちました。はい。というわけで、1対5の対象ですね。あ、よかった。はい。はい。というわけで、今回 M9530 使ってみました。うん。まあ、そんなキル数も多くないけど、まあ、次回のね、アップデートに乞うご期待といった感じでしょうか。まあ、かなり強くなるんで。
はい、それではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。